セラピーをするお店になっており、選んだ色からその人が今どんなことを思っているのかっていうのを見ていく自分探しのセッションになります。どんな診断が出るのかドキドキです。私すぐ行けるんですか？行けますよ。すごい。一番最初に選んだ1本目、これはライラックとピンクの組み合わせ。ちなみにこのボトルの名前は女優のボトル。女優ですか？女優です。人生って舞台なんですよね、うん、誰かのそばで脇役を演じたり裾に隠れるんじゃなくって、中央でスポットライトを浴びるっていうのが大切な目的。チャレンジ&ギフトボトルと2本目は言われます。なるほど。2本目はイエローとレッド。うん、力強いですよね、この色。はい、見るからカレー食べたからかな誰かのためとかじゃなく、自分を喜ばせるためにそのエネルギーを使うっていうのがチャレンジです。どんな感じですか？私はもっと自分に関心を持ってって感じか。自分が自分に興味持たないってどうするの？そうですよ、自分の一番のファンは自分じゃなきゃ。優しい